吉見さん自体は本当に投球テンポのいいピッチャーでしたよね。早くしようとは思っていないんですけど、昔よくテレビ局の人に吉見くんが投げるときは試合が早すぎて CM が出されへんって言ってちょっと大変だって言われた覚えはありますね、はい、そのあたりやっぱりコントロールのいいピッチャーほどそういう投球テンポっていうところはすごくリズムがいいなと思うんですけど、もうそこはじゃああんまり意識していなかった？していないですね、はい。ただ追い込まれる前にっていうのがバッター心理になるんじゃないかなと思うんですけど、うん、なので球数が減ったりその試合のテンポが進行が速くなるというかある。ただ打ち込まれた時はもう本当にダダダダって僕はもう得られるタイプだったので不安要素はありましたよ、投げていて。